皆さんこんばんはジェームスです台風十四号の影響により日本への低気圧の影響で断層の負荷が減り地震が起きやすい状態になる可能性がありますですから台風が日本に強震をもたらしますのでこの点も注意してくださいそれから改めて言いますが東日本大震災の前にも不思議な形の雲層が見えていて最近茨城県などでこういう雲層が見えています また昨日9月11日には埼玉県や東京都で発光現象がありました熊本大震災の時も阿蘇山の近くで発光現象があり数日前のメキシコの7.4強震の時でも発光現象がありました今回のメキシコの7.4強震は4年前と同じ日に発生したことによりメキシコ人も4年前と同じ日に発生した7.4強震について懸念を示しています 地震は繰り返されるので常に過去の大地震を注意深く研究しなければならない理由がここにあります9月11日に徳島で地震があり9日には和歌山県1日には和歌山県で3連続強震がありました南海トラフと近いので必ず注意しなければなりません台風速報です台風14号は台湾を経由して14日来週火曜日には中国付近の陸上に進出した後 韓半島に方向を変えると予測されこの台風は豪雨を伴った超強力な勢力で韓半島南部に大きな被害を与えるのではないかと懸念されています台風14号は本日12日日曜日台湾北東約100キロ付近の海上にまで進出する見込みで 本日12日日曜日の夕方には台湾南西約10キロ付近の陸上を通過し、14日火曜日午前には中国・上海南南東約130キロ付近の陸上まで北上する見込みです。その後、この台風は韓半島方向に進路を変え、チェジュ島の南の海上に進出するものと予想されます。 台風チャンプは中心気圧920ヘクトパスカルで非常に強い水準で中心付近の風速は秒速50メートル以上です14号台風はチェジュ島の南の海上を通って日本九州に行くと予測されますチェジュ島の南の沖合に台風注意報や警報が発令されたら韓国の影響台風と見ます強風半径を見ると4月14日にはチェジュ島南方沖で台風特報が発表されると見られます 15日水曜日頃にはチェジュ島、チェジュ島付近の海上まで上がった後北から降りてくる冷たい空気の障壁で塞がれ、偏西風帯に出向き、方向を東に降りながら、日本九州に方向を変えるものとみられます。台風のチャンプが強力な勢力に成長した理由は、30度前後の降水温地域を通過しながら、爆発的に発達するエネルギー源を確保し、 さらに北側に置かれた亜熱帯高気圧により回転力が増加した上直径 400km 規模の小さい規模で集中度を強化することで速いスピードで強い台風として発達したためと考えられます。 台風十四号は、関半島を避けても、台風がもたらした高温で水蒸気と北の冷たい空気が出会い、強い雨の可能性が非常に高く、特に、西州と南海岸、そして台風が過ぎた後、東風が押し寄せる。東海岸は豪雨の被害がないように、あらかじめ備えなければなりません。十四号台風ジャンプは、本日十二日夕方から、沖縄県の先島諸島に、来週半ばには九州に接近する恐れがあります。 台風14号の影響で沖縄県石垣島は11日昼過ぎから全便航行が進み、便も12日に石垣島を出発する便はすべて欠航しています。日本の沖縄南海上に位置する14号台風ジャンプは10日から11日にかけて急激に発達しました。日本側に北上を続け、本日12日日曜日の夕方には非常に強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。 6年前、日本の石垣島を台風が襲った時には、観測史上1位の最大瞬間風速71メートルの暴風が襲いました。日本の石垣島全体は大きな被害を受けました。今回の14号台風では、最大瞬間風速65メートルの強い風が予想されています。現在、日本の石垣島では台風の接近に伴い、港ではロープを重ね張り付けて船を固定しています。 台風14号の影響下にある台湾も、漁船を海岸に固定するなど、対策に追われています。台風14号の今後の進路は、極めて流動的で、妹に大きな被害を与える可能性があるので、注意が必要です。14号台風ジャンプは、このまま北進して、中国の福建省を通りながら、 高気圧で進行が滞り東シナ海での動きが遅くなりその後偏西風が降りながらその偏西風に流されて東に進行し結局日本九州に接近する確率が非常に高いですチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました